新しい命、届いた目的、届かなかった夢。ちむどんどん。比嘉家には新しい命が誕生しました。いや、比嘉家ではなく石川家の子供ということもあるのでしょう。しかしそれでも、優子さんはおばあちゃんになり、涼子は母になり、賢秀はおじさんになり、信子と歌子はおばさんになりますね。歌子はオーディションに落ち、信子は東京で悪戦苦闘の日々。そんな中でも、新しい命は嬉しいことでしょう。第40話のお話は、やっとの思いで1960年代のピザに関する記事を見つけた信子は、和彦と共に再びイタリア人シェフアレッサンドロ・タルデッティに追加インタビューに臨み、シェフがこれまでインタビューでは語っていなかったとある秘密を突き止める。第40話はこのようなお話になるようです。信子が見つけた記事にはどんな秘密があるのか。日本語が堪能なタルデッチさんは日本とどんな関わりがあるのか明かされそうです。そしてインタビューを仲介してくれたアッラ・フォンターナのオーナー房子さんとの関わり、彼女の過去も少しはわかるかもしれませんね。第39話では人気コーナーの我が生涯最後の晩餐を書くべく、イタリア人シェフのインタビュー取材に同席した信子でしたが、ご本人のタルデッリさんを前にし、最後の晩餐にマルゲリータピザを選んだ理由を聞き逃してしまい、大変な失態を犯してしまった和彦。果たして追加取材で挽回できるのでしょうか。前回の田良島さんのお話にもあったイタリアについてですが、昔からイタリアでは北と南で経済格差などの問題を抱えていて、イタリアの北、南の地域においては経済的、文化的にもかなりの違いがあるようです。イタリアの首都は中心部のローマなのはご存知の通りですが、経済の首都は北部のミラノとも言われ、自動車産業が盛んでイタリア全体の経済をも支えています。片や南イタリアでは観光で栄えている以外は特に目立った点もなく、物価は安いものの失業率は高く、治安や衛生状態も芳しくないとのこと。現在の日本ではイタリアほどの格差はないものの、ちむどんどんの時代1970年代、沖縄と日本本土との違いは多々あったのかもしれませんね。さて話は戻り、何故にタルデッリさんは北部のミラノ出身にもかかわらず南部のピザを指定したのか。何か彼の過去に秘密がありそうです。これをもしうまく聞き出せたならば、特ダネの匂いプンプンです。田良島さんの言っていたブレーンとは、やはりオーナーの大城房子さんだったのですね。歴史に詳しいだけでなく、イタリア語も堪能だなんて、現地で修行に出ていたとはいえ、独学でここまで学ばれたのには感服です。再度、田良島さんからのお願いを受け、即座に動いてくださったオーナーには感謝ですね。しかし、思わぬ取材条件である60年代のピザに関する投書を見つけることに、絶望的な面持ちの面々。膨大な10年間の中から、一つの小さい投書記事を、それもたった一日で探し出すなんて。あたかも大会の中に落ちた宝石を探し出すような難しさです。諦め感の漂う中、ただ一人、探すしかないと元気づける信子。こんな時、彼女のポジティブ思考は
強力ですね。ところで、アレッサンドロ・タルデッリを演じるジローラモさん、伊藤ハムの完熟トマトのマルゲリータの広告に出ているから、ピッツァマルゲリータと答えたのでは？と、SNS を賑わせていますね。すごいタイミングで出てきています。笑いました。一方の歌子は、高熱であるにもかかわらず、最終選考のため、何が何でも出る覚悟の様子。その歌子の変化に、涼子も歌子を応援するべく、身重の体を抱えながらも応援していましたね。しかし、最終審査の最中に、やはり無理がたたったのか倒れてしまい、結果、オーディションは無念の落選となってしまいましたが、歌子、最後までよく頑張っていましたね。いいところまで行っていたのに、本当に残念です。肝心な時に、いつも健康に恵まれない。これほどまでに自分の弱い体を悔やんだことはなかったでしょう。母、優子さんにも、病気ばっかりでみんなに迷惑かけて、と、これまで心に溜め込んでいた思いを吐露し、きっと幼少期から学校を早退してしまったり、大好きな行事にも参加できなかったり、辛い経験もたくさんして。でもそれでも、お母さんの言う通り、あの弱気な歌子が自分でオーディションを受けると決め、知らない人の前でも歌って、ここまでやる気になるなんて、歌子成長したと思います。急がず歌子は歌子のありのままで。デージ悔しい。その思いをまた次回のオーディションへ向け、今度こそ発揮できますように。歌子もまた一歩成長しましたね。そんな中、姉、涼子がついに産気づいて、母、優子さんが慌ただしく、新垣のおばあを呼びに行く中、陣痛で苦しむ涼子は、歌って、と、手を握る歌子にお願いし、きっとみんなに迷惑かけてとこぼしていた歌子を思ってのお願いでもあったのかもしれませんが、初産は痛みだけでなく不安と恐怖でいっぱいの涼子にとっては、歌子の歌は何よりの救いになったようです。歌子のおかげで頑張れたという涼子の言葉とともに、初めて抱きしめた小さい命。その日は歌子だけでなく、比嘉家にとっても大事な大事な忘れられない日になったことでしょう。その後の朝一でも博多大吉さんが生まれましたねとコメントすると、ゲスト出演されていた歌子役の上白石萌歌さんも生まれましたね、おはようございます、歌子です。と元気に挨拶されていました。大きな病院に行った方がいいと大吉さんが話すと、私もそう思いますと明るく笑うモカさん、素敵でした。さらに花丸さんもオーディションに関して、ああいうところ行かなくていいよ、もっといい事務所あると明るいコメントをして、終始和やかで温かい雰囲気に包まれていました。そしてその頃、信子たちも徹夜で霧探しに取り組み、ようやくやっとの思いでピザに関する記事を見つけられたようですね。今度こそ取材が無事成功することを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。